はい、どうも、はい、以上点でございます。今日の企画は林野々花のメンズセット第2弾でございます。企画が帰ってきましたよ。来ましたね。あのもう1回目でね、さゆくんの顔面にスプレー噴射するあの動画ですね。有名なあれがちょうどパチンが入って直後くらいだったんで、だいたい1ヶ月前ぐらい、ちょうどね1ヶ月前かな、撮ったやつなんで、まあ、そっから結構バリバリ働いてくれて、でその間にまあ他のスタッフのメンズセットであったりも見たりとかね、たくさんしてましたよね。そうですね、結構なんでたくさん見てたということで、レシピ1ヶ月経ったし、そろそろ成長したんじゃないかということで、林野々花の成長をここで一度チェックしてみましょうということでね。またいいの？いや、成長やりきれよ。やるんやったらパッとこうやりきらん、ね、ということで、今から、まあ、今ちょっと髪の毛濡れてるんで、ここからドライヤーしてセットしていくんですけど、前回と同じで、最後くんには目隠ししてもらって、反省は最後のお楽しみということで、やっていきたいと思います。さあ、始まりましたね。まあ、最初ドライに入っていくってことですけど、まあ、メンズセットドライめっちゃ大事なんですけど、ここでまあね、形結構作るっていうのもあるんで、今もう形は決まってますでしょうか？いや、あんまりね、決まってない。決まってないんですか？そうやね。ちょっとだけ、最後さんにね、ちょっと教えてもらったの。おなるほど。なんか時間が過ぎて忘れちゃったんです。あかんやん、笑ってますけど。前髪やっぱ今日もあげたいですよね。お、まあ、最後くん普段は前髪下ろすセットがね結構多いので、その中で勝ち負けを前髪を上げちゃうということなので、まあちょっといつもとまた違ったね、最後くんのスタイルが見れるんじゃないかと思います。斬新なこの調子で乾かしていきます。はい、ということで今ドライの方が終わりましたので、ここからワックスつけていくんですけど、カチン今日は何のワックス使っていきますか？マットとホールドです。マットとホールド、ヘルストでよく使わせていただいてる組み合わせですね。固めのワックスとちょっと柔らかめのホールドワックスで、最初はどっちかつけますか？マットで。マットで空豆ぐらいに取って。空豆ぐらいに取るそうです。カチン流ポイント、空豆ぐらい多分、うん、ワックス、うん、なんで今そういう付け方をしてるんですか？先輩のマネ。先輩のマネ？いやでも付け方としては合ってますよ。もう足りねえ。空豆じゃなかったみたいです。ちょっとタピオカ足しました。空豆にタピオカを足す。あれ？付けすぎちゃった。絶対空豆で言うか。髪の毛を立ち上げると、お、そこでホールドをちょっとなんか5円ぐらい、五円玉。五円玉で、こうなんかみんなやってるみたいな感じで、こう。こう振っていく。知らん間にあれですね。前髪上げるスタイルはどっか行きました。合わせて。完全に降りてましたね。前髪上げるよ、うん。僕もアップ番組見れると思ったら気づいたら前髪降りてたんで、ちょっと。でもいつものじゃあもう西郷くんが自分でしてるセットを再現できるかっていうね。ニワトリなんで、サンバで飛ばす。ニワトリなんで。大丈夫そう。それはこっちのせい。今何割ぐらい自分の中で完成度としては？もうちょっとですよ。もうちょっと、もう8割ぐらいできてる。いや、6.1割ぐらい。6.1割今できてる。まだ半分過ぎたとこや。顔見えへん。あれ見えどこですか？はい、一応ワックスのスタイリングが終わったみたいです。恒例のスプレーですね。サイクルさん恐怖が旅の上であると思うんですが、松井さんの真似らしいです。何スプレーをしてもまだ挑戦できない。おさえもかかってます。はい、はい、じゃあ完成しましたね。じゃあちょっと最後ショーのマスクを前声で取ってあげてください。ショーくんマスク取っていくね。はい、ショーくん見ていいんですか？ショーくん見ていいんですか？見ていいんですか？いいよ。はい、
え、いい感じじゃない、うん、普通にいい感じじゃない、どう、カチン的にはどう、かっこよく、かっこいい、はい、いいやん、めっちゃ成長したやん、俺的にはすごいかっこいいと思う。え、やった、うん、最後のこのガッと押さえてたやつあるじゃないですか、押さえてたな、あれがな、あれが良かった、じゃあここがバーンってなっとったから、このグーで収まった、さすがチーン。いや全然なんかまあ前回がね、まあちょっといろいろあったっちゃあったけど、ね、今回いや全然成長した、うん、いいんちゃう、いい感じ、うん、この間のが何点としたら今日は何点ですか、僕ですか、はい、この間のがまあ最初だったんでね、そうですね、スタートとしてゼロとしました、スタートでねゼロとしました、今回でも80点ぐらいじゃん、おお結構80点、高得点ですよ、スタイリストからの80点もらいましたよ。ではまあ本日はそういう感じですね、まあ、カチンの成長を、成長してみたっていう感じですね、成長してみた企画やな、はい、ぜひカチンに会いにルース来たいなって思ってくれた方は、思ってくれた方はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画で出会いましょう、出会いましょう、せーの、バイ。